はい、ひろきです。おや、今日のひろきさん、いつもと変わりないではないですかと思われたあなた、正解です。正解です。まあ普段とそんなに、まあそんなに毎日変わるもんでもないと思うので、まあ今日もそうですね、お話ししていきたいと思ってるんですけど、まあ今日の話はですね、前回に引き続き、まあウィンウィンの話の補足をしていきたいと思ってます。あのですね、大ベストセラーの7つの習慣の第4の習慣というところに書かれている、ウィンウィンを考えるというところなんですけど、まあ、自分が得するためには相手にも得させないといけないというような考え方で、非常に重要な考え方なので、まあ、それをシェア したかったんですけど、今回の話もですね、今回のウィンウィンの補足というお話についてもですね、これもまた、重要な話なので、押さえておきたい。押さえておいていただきたいなと思いまして、こうして動画撮ってるんですけど、まあこれどういうこと、どういう話なのかっていうことを今から説明したいと思うんですけど、まあ今回のこのウィンウィンの補足っていうお話もですね、前回と同様に、すべての人間関係において言える、重要な話なんですけど、ビジネスについても、言える話ですし、まあ恋愛関係、まあ恋人同士の関係でも言える話ですし、あとは、結婚、まあ、夫婦関係でも言える話ですし、まあ、友達関係だったり、まあ、全ての人間関係において言える重要な話なんですけど、まあ、これどういうことかと言いますと、まあ、私たち人間はですね、多くの、人と接するときに、常にフェアでありたいと思ってる、生き物なんですね。例えばですけど、まあ、自分の、得が100あったときに、まあ、相手の得も100、ちょっとわかりやすいように書いていきたいと思うんですけど、まあ、自分の得ですよね。これ自分のウィンが100あったときに、相手の得も100、でありたいと思ってるんですね。これがちょっと不公平になって、こっちが、例えば1で、こっちが、こっちだけが1000の利益とかになると、ちょっとそれは納得できないみたいな感じに思うのが、これが人間なんですね。私たち人間はそう思ってると思います。例えばですけど、まあ、スーパーで、あなたも買い物行くと思うんですけど、スーパーで夜7時くらいに、お弁当が半額で売ってるっていうことがありますよね。ちょっとわかりやすいように書いていきたいんですけど、まあ、もし、あなたがスーパー、お店側の立場だとしまして、お弁当を普段 100% で売ってるものを 50% で売ってる、要するに半額で売ってしまう。で、お客さんの、メリットはいつもと変わらず100のままですよね。で、これ、まあ、何が言いたいかって言いますとですね、まあ、お店側は普段、いつも通りにこの夕方になって売れ残りそうなお弁当をそのまま100で売ってたら、売れ残ってしまうかもしれない。もしかしたらそのまま100で売ってたのが、まあ、売れない。よりは 50% の半額で売った方が、半額だったら買うっていう人が、まあ、普通にいる、まあ、普通にいる可能性が高いですよね。なので、50にしてでも売って、ちょっと、お店側からしたらなんか負けた感じになるんですけど、まあ、それでも買うっていう人がいればですね、100だったら売れない。100そのまま10割で売ってたら売れなかったところが50にすることで売れたらですね、まあ何も売れないよりは、まあ50のウィンがあった方がいいっていう、まあ考え方なんですけど、まあこういう話がですね、ビジネス、だとですね、すごい多くある話なんですね。よく出てくる話なんですね。まあ今のちょっとお弁当の例え話を出したんですけど、例えばですけど、自分自身に商品を持ってたとするじゃないですか。あなたにももし、商品を、あなたが自分の商品を持っていたとしまして、でですね、まあ、こういう人が出てきたとする、ちょっと1級っていうふうに書かせていただくんですけど、自分の商品をもし売ってきてくれる人が、いたとしますよね。で、自分の商品を持ってるだけでは利益にならないわけなので、本当にありがたい存在なんですね。自分の商品を、売ってきてくれる人が、もしいたらですね、本当にそれは、ありがたい存在で、
でもですね、その時の条件が、相手が、じゃあ9割、もらっていいって売ってきてくれるから、代わりに売ってきてあげるからっていう条件でですね、9の、利益ちょうだいって、その代わりって。で、あなたに1をあげるよっていう。で、これどう考えてもですね、不釣り合いなわけですよ。なんでその自分の商品売ってきてくれて、こっちが、本当だったら50、まあ、50-50でありたいというふうに思うのが、これ、人間の、まあ、心理だと思うんですけど、まあ、ただしですね、これ、相手にその条件を飲まないと、相手に、まあ、Q は渡すんですけど、自分の1っていう意味ももらうことができないんですね。受け取ることができなくなるわけなんですね。なので、その条件を飲むことが、まあ、多少交渉して28にしようとかっていうような話も、することはできるんですけど、まあ、ですね、その条件を飲むことができないと、自分の、1っていう利益も取ることができないという、話をですね、今回、お伝えしたかったです。まあ、こういう話はですね、今のこの話以外にも、無限にですね、そういう話が出てくるわけなので、その時にどう考えるかっていうことです。自分のウィンが少しでもあれば、まあ、自分は得してると。まあ、相手と、まあ、人間は比べたがるんですけど、常に。これ、結婚関係でも、まあ、友達関係でも、まあ、その恋人関係でも、すべてにおいて言える話だと思うんですけど、まあ、それをですね、まあ、相手が得してなんかずるいみたいな感じで考えているうちは、まあ、自分も、自分の、利益、まあ、自分のメリットもなくなってしまうよっていうことをですね、今回はお伝えさせていただきたかったです。まあ、そういうことを今回シェアさせていただきました。今日も一緒に頑張っていきましょう。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。